度胸はまずまず、その辺はトールズ譲りだな。デカブツてめえ、父上の何なんだ。うん？お前何も聞いてないの？あいつも白状だな。元はヤルル、高貴な出だと聞いてる。ヤルルなのはヘルガの血筋だ。トールズは剣の腕で成り上がったのさ。何？もっと聞きたい？聞きたい？聞きたかったらな、もう少し俺を楽しませることだぜ。なあ、トルフィン。楽しませてやってもいいけどな。口が聞ける程度に手加減すんのは難しいぜ。小僧腹痛い。大将に手加減するとさ、アホやアホや。おかしいか、トルフィンは俺の認めた戦士だ。笑うな。トールズは俺より強かった。自分がまさしくトールズの子だと証明してみせろ、トルフィン。バカが決め、死にに戻ってきやがって。マジかよ、あの大将が。やられっぱなしじゃねえかい、あんな小僧に。いいぞトルフィン、お前にかなうやつは俺の手下に5人といないだろう。前と同じ鎖片びらか。手足の剣を狙うのは有効だ。ロンドンでは急所狙いで踏み込んで痛い目を見た。とどめは奴の動きを止めてからだ。だがな、確かに強いが、お前の剣はなんかこう普通って感じ。戦士として完成するには何かが足りない。ならそいつ相手にコテンパンのてめえは何なんだよ。そうさ、俺にも足りない。トールズのこのお前からならそれを学べると思ってたんだが。なあトルフィンよ、お前はどう思う？本当の戦士ってなんだ？わからんか。まあ気にすんなよ、そんなには期待してなかった。姑息な手よ。あれだー、もう見切られてるぞ。ねっか。ねっ、あちち、くそ、まだ浅い。俺、おい、どこ行ったの？おい、あれって足のバネで衝撃を殺したか。やるね。あっ、大将。くそ、いよいよ晩酌つきたか。